ずっとさ、とステージもなくてシーズン進んでて、はい、やっとファンの皆さんとこの距離感ではありますけど、そうですね、それはやったらそうですね、ね、やっぱり直接ああやってこうタオルとか持って応援してもらえると、やっぱり、はい、あ、嬉しいと思う。いや、嬉しいですね。そうですね、はい、お久しぶりです。はい、じゃあどうぞおかけになってください。まあ、ファンの皆さんもやっぱりね、僕のところだけですか。はい、あ、ピエールさんのとこにはない。ああ、あの、まあ、そういう待遇ですよ、我々。いつかそういうのあったと思うんですけど。いやいやいや、もうよかった。いいんです、いいんです。これぐらい差をつけとかないとやっぱりね、スーパーボードの方が、2回チャンピオン、2回チャンピオンとったら、とか違いますから、ほんとに。頑張っていただかないと。でも、今年も何か最終戦来ましたけれども、まあ、チャンピオン争いしっかりやっぱりね、繰り広げながら最終戦来ますね、山本選手。そうですね、序盤ちょっとポイント取りこぼしちゃったし、はい、あの平川選手早かったので、はい、このまま平川選手が独走しちゃうんじゃないかっていう雰囲気はファンの皆さんもあったでしょうし、うん、僕もちょっと感じちゃってたんですけど、はい、あの中盤から車もだいぶ良くなりましたし、あのチームとしてもうまくこう歯車噛み合って結果残せるようになってきたので、はい、まあ、最後周りのアクシデントとか取りこぼしにも助けられて、うん、最後ギリギリ間に合ったかなって感じはありますね。あ、はい、まあ、でもあれですよ、やっぱりチャンピオンで、ね、はい、2度、まあ、経験してるわけじゃないですか。取り方を分かってると、はい、なんか、あ、まあ、ここは無理せずとか、ここはやっぱり今攻め時だなって、なんとなくそういう、まあ、僕らが想像ですけど、ちょっと押し引きっていうような、ちょっとなんていうんだろう、心の余裕というかやり方っていうか、そういうものは心得てる感じなんですか。そうですね、ただ、まあ、去年も同じような、感じで最終戦臨んだんですけど、はい、比較的去年よりはなんかちょっと落ち着いて、うん、サーキットに来られたし、はい、まあ、実際にフリー走行を走ってみてもなんか落ち着いて過ごせてるなと思いますね。ただ、まあ、それはまあ、GT でまた一つチャンピオン取れたっていうのも、まあ、自信になったところもあるし、うん、まあ、流れも含めて非常に落ち着いて過ごせているので、まあ、そこは大きいかなとは思います。なるほどね、はい、もう忘れもしません、ここから無双なあの辺りですよ、あの辺り。そうですね、あの辺りで、あの辺りでピエールさんの声が裏返ってましたね。そんな話をしなくていいんですよ。聞いたことないですよ、自分で聞いたことない声が出てきちゃいましたよ。僕もピエールさんの声を裏返せるようになったと思うと、なんかちょっと嬉しくなっちゃう。聞いたことないですよね、ピエールさんは。まあ、よろしかったら皆さん、あのスーパー GT の YouTube もご覧になっていただいて、何度も見返したことが、映像じゃなくて音声の方に気が取られちゃった。まあ、まあ僕の話はさておきですね。まあでも本当にそういう意味では劇的な、またあのドラマを生んだ富士スピードウェイがまた最終戦の舞台っていうのも、そしてまた戦う相手が平川選手っていうのも、何の縁かね、何の因果か、そういうのをちょっとなんか自分の中でも感じたりしません？感じはするんですけど、決してロマンチックには感じないです。ロマンチック、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 埋めてるんです、ロマンチック、ロマンチック、ちょっとなんかこう因縁めいたものって言ったらちょっと言葉あれですけど、なんか感じます。まあでもやっぱり戦うベクして戦う相手なのかなっていうのはやっぱり感じますね。カテゴリー変わってもやっぱり常に上に続けるっていうのはやっぱり大変だと思いますし、はい、まあ、それがまあ平川選手、まあ、ニック選手、はい、まあ、野尻選手だったり、うん、まあ、どのカテゴリーでもやっぱり速い選手は速いし強いなっていうのはやっぱり改めて感じますね。ということはやっぱりね、日本のトップを争う人たち、はい、ね、そしてチーム、うん、まあ、そういうレベルでやってるとやっぱり最終的には今年の時の人じゃないけど、ね、主役っていうのがそういう2人なんだなっていうところが、はい、だなっていう、うん、だからいいものが見られるのは多分明日間違いないですよね、はい、お客さんはね、多分いいレースが見られるっていうのは、ただ寒い。寒いですね、寒い。逆に土曜日のフリー走行でこんなに来てもらえるとは思わなかった。今寒い中来てもらえたなと思います。そうですね、はい、多分今日はちょっと上から降ってきた時にはもうお客さんの方が心配になっちゃってね。そうですね、まあ、走ってるドライバーも大変なんだろうけど、はい、見てるお客さんたちがもう凍えてないかと思って。そうですよね、はい、今日は早く帰って温まってまた明日来てください。、はい、でも
もう軽く、まあ、序盤もう本当に早い段階からすごいタイムが出てきてるじゃないですか。そうでしたね、はい、更新してましたね。そうそうそう、以前なんかどこのコースだか忘れましたけど、そのある何秒っていうその領域に達してるか達してないかで、まあ、見える景色だったり自分の中での体の感覚って違うっていうふうに矢尾さんから聞いたことありますけど、今回もやっぱりちょっと違う領域ですか、そのスーパーフォーミュラで20秒台っていうのは。いや正直まあ、早いなとは当然思うんですけど、実際に冬場のテストをここで走ってる時にはもう1秒台を経験してはいますし、今日走ってあなんか全然見たことない景色だなとは正直思わなかったですね。あ、そうなんですね。さすがに鈴田の34秒台は、やっぱりスーパーフォーミュラー走ってきた中でも4秒台を経験したことはなかったので、はい、まあ、早いなと思いましたけど、ただ僕は幸い F1 で走らせてもらった経験があるので、はいはい、やっぱ景色はすごい似てたんで、あんまりそこはこうあなんか速くて全然こう体が追いつかないなっていうのは、比較的他の選手よりは少なかったかもしれないですね。なるほど、やっぱりレベルの高いところで一度でも経験してると、やっぱりそういう領域を知ってるかどうかっていうのはこうやっぱりドライバーの幅が広がるっていうところでは、まあ、そうですね、速い車を知ってれば知るほど、まあ、ドライビングにもこう余裕がいい意味では出ると思いますし、うん、はい、経験させてもらったことは決して無駄じゃなかったなっていうのは鈴鹿では感じます、うん、はい、一番初めにその走った今日のフィーリングからすると手応えはどうなんですか、この週末よしこれはいけそうだぞと思うのか、まだまだ改善の余地があるんだぞというふうに思うのか。もちろん改善の余地はありますし、はい、どちらかというと鈴鹿ほどの手応えは感じてないんですけど、うん、まあ、ただそれでも、まあ、トップ3の中に、まあ、2例と僕がいられてるの で、チームとしては周り相対的には悪くはないのかなと思うんですけど、ただ周りの方が悪いってことは多分上げしろ伸びしろは周りの方が持ってる可能性はあるので、なるほど、明日ちょっと予選になったらこの序列ではなさそうだなとは思いますし、ただまあ無限の2台は比較的速いかなと思います。でちょっと、まあ、笹原選手はさっきオーバーテイクを使ってタイムを出してたので、なるほどなるほど、20秒台は正直普通に走ったら出ないかなと思うんですけど、そうなんですね、まあ、そういうのもちょっとなかなかねファンの皆さんは分かりづらい部分はあったと思うんですけど、うん、でも今の解説でね、あそうなんだって理由が分かったんで、一応ね紳士協定があるんです、うん、そう紳士協定がある、最初の、うん、もう最初の30分40分で一度確認をするか、はい、アタックの時にはまあ使わないっていう、パワーが上がっちゃうんで、うん、当然基準となるラップタイムもね、かなり変わっちゃうんで、うん、あ、それはドライバーがまあ分かってれば予選で使わないものはアタックでなるべく使わない方が車の姿勢とかも影響してきちゃうんで、うん、まあ、ただやっぱドライバーはあるものは使いたくなっちゃうので、うん、気持ちは非常に分かる。笹原選手はほら今シーズンはね、ある意味ラッキーなところから始まって結局1シーズン全部ね戦って、そろそろ俺も来年のことも考えるとって、最終戦ってさちょっとみんな目の色違うよね、やっぱりね。そうですね、やっぱり来年以降 の、はい、ね、チームだったり自分の契約のこともありますから、はい、やっぱり最後いいとこ見せたいっていうのはどのドライバーも、そのチャンピオン争いをしてるドライバーもですけど、 それね、それ以外にもやっぱり成績見せ方次第では来年のシートに影響してくるの で、はい、ですね、みんな来年もあるのが当たり前だと思ってやってる人は一人もいないと思うんで、厳しいな。やっぱりみんなプロですから、うんですね、下からも上がってくるし、海外からも、ね、このシート座りたいっていう選手はいっぱいいるはずなので、うん、うかうかしてられないですよね。そうですね、まあ、チャンピオン争いしてる人たちがね、はい、主役ではあるんだけれども、きっと、うん、でもね、周り一緒にやってて、いやいや、チャンピオン争いどうぞどうぞって言ってね、ラインを譲ってくるわけじゃないですからね。逆ですよね、チャンピオン争い絶対引っかき回してやろうっていう人たちが絶対思うと思う。何だったらテレビにいっぱい映ってやるぐらいね。そうかそうか、そういう中でノートラトラブルで、はい、ね、本当にノーアクシデントできっちりこうチャンピオン争いをした上で取れるっていうのは、まあ、それはやっぱり大きいものですよね。大きいですね。まあ、ドライバーも当然ミスなく走りたいと思ってますけど、うん、まあ、前回の鈴鹿ではちょっとトラブルとか、まあ、アクシデントも多かったので、はい、まあ、チームの皆さんも最終戦は絶対トラブルなく走らせてあげたいっていうメカニックの皆さん多いと思いますし、はい、
まあその辺、ただメカニックのみんな多分辛い厳しいと思うんですよ。このスケジュール、スーパーフォーミュラだけでもこんなに詰まってるのに、はい、間に GT とかも入ってると、ね、どっちも掛け持ちしてるメカニックの皆さんも多いので、はい、多分もう毎日車いじって全バラしてまた組み上げてっていうのを普段でも結構詰め詰めなのに、このスケジュールの中でいうとドライバー以上に多分大変なはずなので、なるほど、ね、まあ、トラブルが出るのも、まあ、致し方ない部分はあるし、あ、そういうところをなるべくなくそうと思ってメカさん一生懸命頑張ってくれてるんで、うん、まあ、そういうみんなの気持ちも含めて、まあ、最後ちゃんといい結果残して終わりたいなとは個人的には思ってます。まあ、コース上で戦うのはね、はい、バトルを直接してるのはドライバーかもしれませんけど、はい、もうそういう積み上げの段階から全員の戦いっていうのはね、チームプレーっていうのはやっぱモータースポーツだなっていうのは今の言葉でね分かりますけど、はい、まあ、改めて2度取りました。3度目がもう目前にありますけれども、3度目のタイトルってどのぐらい大きいですかね、自分にとったら。取れた、取ってみないと分かんない部分はあるし、まあ、特に今年に関してはやっぱ GT で取らせてもらったので、はい、やっぱここで取ればまた2回目の、そうですね、ダブルタイトルになるので、やっぱここは是が非でも取りたいと思ってますし、ただ以前どっかのトークショーで、はい、あの2回複数回チャンピオンの先輩たちが2回目取ってもあんま変わんないよみたいなことを言ってて、いやそんなはずはないんだろう、そんなはずはないはずなんだけどなって、でもやっぱ取ったら、やっぱ違いますよ。いや だと思いますよ、はい、だから先輩に惑わされないようにしないとな、なんで、まあ、2回目取っても変わったんで、はい、まあ、3回目取ったら当然世界は変わると思うし、そうですね、また見られ方も変わると思うので、はい、やっぱり取りたいですね。いや取ってほしいな、もうみんなに取らせてあげたいなと僕も思っちゃうけど、ね、まあそうですね、平川選手は平川選手で GT ああいうことがあったから、はい、やっぱスーパーフォーミュラは何としても取りたいって、まあ、昨日の会見では、はい、まあ、ああいうコメントで割と、ね、まあ、欲があんまりないって言ってたものの、はい、やっぱハンドル握れば絶対に勝ちたいし取りたいと思ってるはずだし、うん、まあ、それは平川選手だけじゃなくて、まあ、ニック選手もそうだし野尻選手もそうだと思うし、あ、まあ、そういうぶつかり合いがやっぱりこのスーパーフォーミュラの醍醐味だと思うので、そうですね、まあ、そこを皆さんにも見ていただけたらなと思いますね。いや、はい、今いろいろなことがストレートに皆さんにこう伝わるような、ね、こう言葉の数々、届いたんじゃないかなと思います。さあお時間来ましたか、ね、はい、じゃあ最後に、はい、今日も、はい、タオル用意されている方もいて、はい、タオル見せてください、はい、タオルね、はい、ありがとうございます。皆さんじゃあ応援してくださる、ね、ファンの皆さん、そして今これ YouTube でもね、はいはい、ライブで流れてますので、おうち時間で見てらっしゃる方もいますので、はいはい、熱いメッセージをお願いしたいと思います。はい、本当に寒い中、富士倉庫から足を運んでいただいた皆さん、本当にありがとうございます。またYouTube で見ていただいている皆さんも、今日から見てくださってありがとうございます。明日予選と決勝行われ、また午後からも、まあ、公式練習が、ありますけども、午後の練習でしっかりと、まあ、明日の予選と決勝で強い車を作って、明日の、まあ、予選からしっかりとポイントを取りながら最後、まあ、できれば勝ってチャンピオンを決めたいなと思っていますので、皆さん寒い中ですけど熱い応援をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。先生送りたいと思います。はい、それでは皆様拍手でお送りください。元松井村メイヤーレーシングの山本直樹です。山本、ありがとうございました。明日いい一日になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや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 、ありがとうございます。なんか一言一言がすごいよね。ね、そうなんですよ。もしこんなストレートなんですか。そう、そうですね。すごくいいんですよ。はい、やっぱりね、はい、一言一言が本当にファンの皆さんにも我々にもそうですけど、はい、こう、なんだろうね、ダウン選手の言葉って力がある。そう、力強いですね。そうそう、ここで皆さんやっぱりちょっとミスになっておりますので、少し皆さん、少しずつ少しずつ感覚を取っていただいてですね。後ろにいらっしゃる方ね、大丈夫ですよ。地上だって、アスファルトのところにね、テープが貼ってありまして、そのテープを目印にしていただくと、大体うまくね、ディスタンス取れるようになっておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。近づかないのお願いします。いやー、それにしても本当に山本選手のこともね、今言葉でもありましたけれども、はい、これだけ寒いって分かっていながら、本当にこれだけたくさんの皆さんがね、富士スカイに来ていただけると、うん、はい、しかも今日は、なんだ明日の成績には何も関係ないんですよ。はい、リゾカの走行が午前午後あってね、はい、で、明日に向けてどういう風に車を作っていくかっていう、その走行だけなんですけども、はい、これだけ来ていただけると、ありがとうございます。ありがとうございます。午後は3時からですね。はい、3時でございます。はい、ね、3時から僕たち の実況も始まりますので、はい、はい、僕とそれから今回はね、はい、解説は土屋武志君が、はい、やっていきますので、ぜひ楽しみにしてください。はい。